サンタブランカの何万眼光を生成している二つのラボを潰して、その損失でカルテルのコカイン生産は何ヶ月も滞るわ。シカリオを二人確認。足場の上にいるぞ。そこで待機しろ。了解。マシンガンを持った敵がいる。どこだ？ドローン飛行中。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼んだ。コピー。敵の位置を送る。おい、サンタブランカのメダルを見つけた。いい土産になるぞ。おい、カルテルのメンバーがいるぞ。拠点の入り口付近だ。ターゲットを排除。よし、まだ大丈夫だ。配置位置についた。ターゲットはマーク済み。合図を待ってる。ターゲットをマークした。いつでも行ける。了解。ターゲットを確認。いつでも攻撃できる。ターゲットを確認。待機する。あいつは終わりだ。またラボがあったぞ。大学時代を思い出す。有機化学の教授への鬱憤が晴らせそうだ。了解。ターゲットを確認した。悪党どもをマークした。ボス、合図をくれ。敵を仕留めた。フラグを投げる。ラボを破壊した。よし、次に行こう。シガンを殺されたユニダスはエルベイの首を切り出す。スレーニョもユニダスと和解するために奴を消そうとしてる。何万眼光の事業も続きた。あなたたちのおかげでエルウェイの世界は崩壊したわ。恨まれないといいんだが。直接聞いてみれば。
エルウェイが生き延びたければもう私たちを頼るしかない。そして私は彼の持ってる情報が欲しい。奴はどこに？ユニダストが彼を追ってる。連中の基地に行けば居場所に関する情報が見つかるかも。簡単そうに言ってくれるな。悪魔のケツの穴に忍び込めって言ってるようなもんだ。何か分かったら連絡してくれ。悪魔のお尻をつつくのが好きなんだとばかり思ってた。ボーマンアウト。